おー、ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロです。弟のオトです。姉ちゃん姉ちゃん、何ですか VR ってやったことある？え、ない。やってみたくない？え、体験してみたい。やってみたい、やってみたい、やってみたい。そう言うと思って、はい、今回は姉ちゃんのためにとっておきの VR ゲーム用意しました。さすが我が弟はできる子。言ってみなさいよ。え、言っちゃっていい？はい、何をやってもらうかというと、うん、ファイブナイトアットフレディーズ VR。ちょっと待って、それホラーゲームだよ。え、ちょっと待って、ちょっと待って、え、絶対やだ、絶対やだ、絶対やだ。え、なになに、え、ホラーゲームでしょ。いや、いや、私もっとかわいいゲームだよ。かわいい、あのなんか海の中を潜る VR とかやると思ってた。そんなもんやんないよ。あ、え、ちょっと公式だからさ、そういう怖いのとかちょっとできないの。公式だからごめんね。え、なんでこのゲーム選んだの。え、やだ、私やだ。なぜこのゲームを選んだかというとですね、はい、最近姉ちゃんの騒音問題が話題になってるじゃないですか。いや、音しか言ってないよそれ。そこでこの有名なホラーゲームに挑戦して、ホラーゲームって言っちゃった、叫びたくなるような状況でも声を抑えて実況に徹することができれば、今後の動画ももしかしたらもっとしっかりと落ち着いた感じでお送りできるんじゃないかと弟は考えました。すでにもう落ち着いているんですが、これはどうですかね。というわけで早速チャレンジしてもらいましょう。さあ、というわけで姉ちゃん、ゲームクリアできるように、そしてですね、ちゃんと声を抑えて大声を出さないように頑張ってみてください。やだー、夏のオフィスはガーディガンが必須だよ。え、待って、怖い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 。え、ちょっと待って、音ずっと喋っててよ。ねえねえ、おお。あ、待って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 、怖い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 。どういうこと、引きてて。なに、ちなみに俺今デシベル計をでちょっと音測ってるから。怖い、いやー、ちょっと待って、これ怖い。あー、なんて、あー、後ろにもなんかある。待って待って待って、あー、これ頑張って引き倒したくない、怖い。あー、落ちちゃった。おお、ゲームシロス、ゲームシロス、やめろ、終了するな。これ何、長押し。いや、雰囲気あるな。長押しですか。押せません。あ、続けるって押せません。すいませんか、押せません。ちょっと私ほんと VR 押したいけど。あー、さあさあ始まりましたよ。これ音な何してんの。見てる見てる、ちゃんと音も聞いてるよ。いやー、何、商品って何、押しちゃった。何やってんの。わかんない、ゲームやりたくないから。それは違うやつだから。あー、やばい。あー、うおー、違う、君。あー、はい、また引き手、引き手って何、引き手って何。うわー、押しちゃったけど、これ始まった。何、あ、遠いんだけど。何これ、あー、怖い、ドア閉めて。あー、ちょっと待って、こっちのドア閉めて、閉めて。姉ちゃんそれ気をつけてね。あー、なんか電話出てる。あ、電話出て、電話出て、電話出て。あ、こんにちは。あ、すごい、こんにちは。うわー、なんか押せる。ほら、英語で聞かれてるよ。なんて、あー、英会話、英会話、英会話。こんにちは、ハローです。こんにちは、ハローです。あ、またドア閉めてたら、これ電気やばいんですよ、知ってるよ私。そうそう、気をつけて。ちなみに80デシベル以上が、ゴミ音に投げる。ちょっとやめて。これどうすんの。あー、あー、なに、え、スクリーンショット撮っちゃった。あー、怖い。え、なに、どうしたらいいの私、これどうしたらいいの。そう、あのね、80デシベル以上がすごくうるさい音らしいけど、ずっとずっと80デシベル以上で。あれ、ウサギは、ウサギどこ行ったの。あー、あー、これよく私実況で見てたけど、見てたのとやるのとは全然違った。あー、もう間違えたか。大丈夫大丈夫、オーディオオンリーって言われた。ちょっと待って、怖い。あー、怖い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 。え、てか待って、58%しかないよもう。あれ、6時まで耐えなきゃいけないんだからね。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、どうした。うわー、ちょっと待って、怖い。これどこ、私ここ、言う。え、ちょっと待って、怖い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 。あー、怖い。俺も怖いわこれ。なんで扇風機上向いてんの。私に当ててよ風を。今冷静になれないから、風を私に当ててよ。大丈夫、来てない来てない来てない。あー、来てないけど、つけっぱになっちゃう。これで、うわー、なんか来てる。来てる来てる来てる。どっちから来てる、わかんない。左から来て、右から来て。あー、ちょっと待って、コツって言った。コツって言った、言ってない。待って怖い。あー、待って、45%しかない。私どうしてこんな集中受けてるの。体験してみたい。やってみたい、やってみたい、やってみたい。3番にいるし。うわ、なんかボーって言ってる、ボーって言ってる、ボーって言ってる。スリルあるな。これ
息が持たない。休憩しよう。もう 38% しかないじゃん。休憩休憩。あ、自分のテラ。あ、ちょっと待って。あ、3番にいるのね、あなた。大丈夫、大丈夫。冷静になってきたわ。あ、なんかいけそうな気がしてきた。ちょっと大丈夫かな。あ、こういうことね。あ、でもそういうのね。あ、そう分かりましたもん、私。ミッション。どうしよう、どうしたらいいの。来てない、来てない。来てない、来てない。おとー、おと。いるよ、いるよ。歌歌って。やだよ。あ、何？ボンって言った。ねえ、こっち来てる？あー、待って、来ないでください。あー、ちょっと待って、怖い。ちょっとコツコツ言ってる。何何？ドドドドドドドなんでだから扇風機は上向いてるの。うわ、こっちから来てる、こっちから来てる。あー、あー、おー、あー、怖い。なんで来たの、バカじゃないの。なんで君たちバカなの。あー、ちょっと待って、マジで吐きそう。うえ、ちょっと待って。まだいる。 17% しかない。あ、でもあと5。はあ、いけそうだね。いけそう。このステージはいけそう。あ、こっちから来るの。どっちから来るの。あ、ドア開けちゃって。もういいよ、もういない、ね、ごめんね。あー、横にいたす、いたす、いたす。ちょっと待って、これ怖いよ、怖い。おー、吐きそう。待って、吐きそう、本当に。あー、なに、どんどん言ってよ。どんどん言って。あー、こっちだ。おー、危ない。待って、今日。あー、まあまあまあ、もう終わりにしたい。あ、何、うー、何、プレゼント。あ、君の勝ちだ、商品を返す。やったね。あ、回せって。あらあら、楽しいじゃないの。いいわね。あ、ここ驚くところじゃないよ。あ、お菓子だ、お菓子。そうですか。お、すごい、自分から続けるをしたね。じゃあ次のステージ行く。うわ、なんかいる。あ、なんかいる。こんにちは。ギョ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 。じゃあみんなもね、多分ね、周り見たいと思うから見ておこう。そうだね。ちょっと待って、休憩したい、マジで。あー、ギョ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 。いいよ、一息ついてからで。これ何ですかね、遊ぼう。うん、あー、これ何。あー、うわー、あ、そう、なになになに、やめて、ごめん。あー、ごめんなさい。そうそう、何もやらなかった。スクリーンショットまた撮っちゃった。今のは何だろう。行くの、行くの。商品見ようか、やばい。おお。楽しくなってきた、楽しくなってきた。よし、行く、行ける。どうだった、ちなみに最初やってみて。どうだったって、もう何かわからないよ。今の本当に序盤だからね。え、そうなんだ、序盤なんだあれが。ちょっと待って、ちょっと、もうちょっと休憩したい。もうちょっと休憩。あ、楽しい。もうあのフルマラソンを走った後みたいになってる今。まあ、ちなみにさっきね、うん、デシベルで言うと、うん、マックスで90いくつ行ったんだけど、90、うん、カラオケぐらいうるさいって。でもまだカラオケじゃん。よかった、ここカラオケだったんだって。君、ほこりさん、こんにちは、ほこりさん。まあでもこれはね。何？これはクリアして、まあ当然のところかな。第2夜が本番と。そこからだよ、こっから。第2夜クリアしたら終わり。それはどうかな。いきます。うわー、ちょっと待って、始まっちゃったが。電話したんじゃん。はい、こんにちは、どうも。あ、電話出て、電話出て。英語だよ、英語、英語。えい、ヘロー。お、Thank you、Thank you。おめでとう、Thank you。ありがとう、今日も生きてるよ、私。うん、小5、活発になる敬語。活発になるの知ってた。俺がなしている間も全員が、所定の位置でいるかカメラで確認しておく。あ、確認しなきゃ。あ、まだいました。いるね。なんで？あ、もうごめん、ごめん。切っちゃったから、もう一回切るわ。だって、それが停電しな。ちょっと待って、一人いないよ。一人いないよ。いなくなった。あ、来てる、来てる。あ、来てる、来てる。あ、どうも、こんにちは。ドアライトを必ず…うわー、ちょっと待って。ちょっと待って、いなくなったよ。あれ、いなくなった、いなくなった。待って待って待って。あー、怖い怖い怖い。お姉さん、あ、誰だ。お姉さん、私だ。ちょっと待って、怖いよ。ちゃんと確認して、ちゃんと確認して。すごいなってるね。うるさい、うるさい、うるさい。来てる、来てる。来てないかもしれないけど。いないね。え、何？え、怖い。なんで閉じたの？わかんない。ちょっと待って、私本当に怖いんです、お母さん。え、ちょっと待って。え、ちょっと待って、ライト。あ、怖い。電力気をつけてね。え、何何？
来てた。よかった。すごい。あ、帰った？帰った？わかんない。帰った。うわあ！いたよね今。いた気がするけど。ちょっと待ってください。おいおいおい。いない今。電気なくなっちゃうよ。電気？だってこいつずっといるもん。何？どうしたらいいの？停電しちゃうよ。待って、本当に怖いんだよ。知ってるこれ。ねえ、どうしたらいいの君？だってこのまま閉じてちゃダメでしょ。なくなっちゃうね、電気。電気なくなったらだって終わりだよ。あ、なんか足音聞こえる。足音聞こえるね。あ、やった。なんか帰る。うわー！あ、来た！なんかぐる。ぐるぐる言ってる。あ、やばい、あと 13% しかない。あ、間違えた、開けちゃった、閉めちゃった。ねえ、これで本当に終わりにします。 8%、 あと4。あぁあぁ、ちょっと待って、いけた今。うぁ、まだいる。これで終わり。やばい、あと 3% しかない。あ、やばい。電気つけてたらなくなっちゃうって。だって、あ、電気した。ちゃんと見てた今。これでもう終わりにしていいですか？本当にもう限界？限界です。助けてください。本当に。じゃあ終わるか。終わりましょう。ごめんなさい、もうできないです。私これ以上は。さあ、じゃあというわけで、はい、ファイブナイトアットフレディーズ VR、はい、やりましたね。次はクリアできず。次はあなただ。じゃあとりあえずお疲れ様。お疲れ様でした。うわー、怖かった。これ舐めてた。さあ、というわけで姉ちゃん、なんでしょう、どうでしたか？どうでしたかじゃないよ。初の VR。 いや、 VR はね、すごかった。本当にもう VR はね、すごいよね。またやりたいでしょ、これ。またやりたくないわ。一回やってみろ。本当に音激音。いや、あとね、ちなみにデシベル計を使って音を測ってたんです、はい、姉ちゃんの声の大きさをマックスが、はい、108ぐらい。108ね。わかんない。うわ、帰った。いた気がするけど。そうで、ちなみに80デシベル以上が極めてうるさいらしいんだよ。80以上が。そう。やばいじゃん私。で、いやー、超えました。100デシベルが電車が通る時のガード下で、110が2メートルの位置で車のクラクション鳴らされるぐらいらしいんだよ。え、私すごくない？やりましたよ皆さん。私は違います。クラクションです。違います。何ですか？いや、今日の趣旨はこのゲームしてても、はい、うん、落ち着いて実況できるかっていう、ね、大声を出さずにいられるかっていうところだったんで、うん、チャレンジは失敗です。そうですね。なので、もう次また別のホラーゲームでまた頑張りたいと思います。いやー、もう本当に音やってよ、もう次絶対。またねー。またねじゃないわ。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をしてねばと思った人はこちら、 Twitter を見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。